5号艇瀬川雅則選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今節ここまで船足の仕上がりについて教えていただけますか。ですね、まあ、前件から行き足がよく、まあ、回った後の立ち上がりがいいですね。はい。バックの伸びに関してはどうでしょうか。もう立ち上がりの延長ですごくいいと思います。はい。優勝戦メンバーでの比較という面ではどうでしょうか。多分、まあ、ここでも、まあ、久田君とずっと走ってるんで多分いい方だと思います。はい。乗り心地に関しては節感としていかがですか。途中ちょっと乗りづらかったんですけど、まあ、今日ぐらいだったら、まあ、だいぶ慣れてきたんで大丈夫だと思います。はい。準優勝戦が一番感触は良かったですか。今日の朝が良かったですね。前半レースが、はいはい。明日優勝戦へ向けての作業というところではどのように考えていますか。このまま行くと思います。はい。明日は5号艇でのレースとなります。コースを含めてレースイメージはいかがでしょうか。はい。まあ、多分、まあ、ダッシュにはなると思うんですけど、まあ、はい、ダッシュになると思います。はい。そして、スタートについてなんですが、今節は平均タイミングがコンマ08と決まっている印象です。ご自身との勘との比較はいかがでしょうか。まあ、勘は合ってるんですけど、まあ、全速でいけたりいけなかったりですね。はい。それでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いいたします。はい。一生懸命頑張ります。応援お願いします。